もうロード FC で一勝して、で、その後にあの防衛戦をやったんだよ、これ。で、そう、次からはもうロード FC に行ってたから、もうこれ最後、アルツアイが最後だし。なんか若いよな、ほんとに。うわ、ひどい。まずい、まずい。まずいって。ひどい。こんなことやってたんですか。これは真面目感だ。これは自分から掴んだんだよ。いや、大木さんから掴んだ。終わりにしましょう。これは一番やっちゃいかん。真面目って言ってる人が一番やっちゃいかんやつ。これはひどい。違う、あのね、あのエンターテインメントですよ。あの、なるほどね、盛り上げ演出ですね。そう、演出なんですよね。そう、本気で思ってないし、なんか本気でやってないからさ。ああいうのバチバチやった方がさ、盛り上がるよっていう。確かにね、あれはね、あれで良かったと思うよ、別に。そう、ちゃんと注目されるしさ、なんかお互い頑張りましょうとかさ、っていう感じだと面白くないの。まあまあまあ、確かにね。やっぱバチバチやってさ、言い合ってお互いもう引けない状態、もう負けたらもう街歩けませんよみたいな状況の方がさ、まあまあ見てる方は、ね、見てる方も面白いしさ、気合入るやん、うん。まあそういうのをね、でも心がけてて、そのアウトサイダーの頃とかさ、そういうなんか、まあ特にアウトサイダーなんてそういうのが好きな人たちが多かったよね。アウトサイダーは実力もそうだけど、やっぱこのキャラとかさ、うん、なんかそっちで見る人が多かったから、うん、だから今のキャラでそのアウトサイダーでやってても多分全然面白くなかったと思います。これはこれで一つの、ね、その時代の流れだと思います。堀さんもそういう感じだった。いや、違う、堀さん違う。堀さんは堀さんでさ、なんか弁護士として、その不良たちをしばくっていうさ、なんか、あ、ストーリーがあるから。ストーリーあるから、それは、それはそれで。構成させるみたいな。そうそうそう。まあ、俺で言うとさ、そんな何もなかったから、なんか、その、ヤンキーキャラみたいな方が、もう、パッと出るよ、その、キャラって、キャラ設定、キャラ立ちするというかさ。っていう、まあ、俺のブランディングミスですね、ちょっと。なるほど、あくまで真面目だったけど、これは演出だと。だってさ、髪の毛とかもさ、その試合が決まると染めてるみたいな、そういう感じだったからさ。ああ、そっかそっか。そう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 。普段からそういう、なんか髪型してるわけじゃなくて、試合前染めてるみたいなのを繰り返してたから。てか、まだ細いね、この頃。ね、でも、だいぶ形はね、うん、だいぶできるようになってるよ、これ。うん、まあでも今見るとマジで弱いわ。片手で勝てるなと思うんだ、この頃。そんなことある？うん。そんぐらいで違う。もうイライラするもん、見てて。ああ、そう。動きとか。うん。まあでもそんだけ成長してんだなっていうね、思えるから、そう。レベルが全然上がってますね。うん、そうそうそう。マジサイドの映像マジでもう見ないわ。全然。ライジン入ってからの映像はさ、ちょっと。見たりするけどさ、もう見ないね。恥ずかしいっていうのとレベルが低すぎるっていうので、うん、そう、うん、特に恥ずかしくて煽り映像とか見られない、マジで。おー、KO しまくってたよね、確か。ねえ、ほぼほぼ KO だったもんね。早いっすね、どれも。でもこのさ、アウトサイダー時代のこういうその戦いがすごい今に生きてると思うけどね、やっぱり。アグレッシブな感じっていうこと。本当にありがとうございました。地元ってことでたくさんの方が応援に来てくれて、その中で戦うことができて本当に嬉しく思います。あれ、対戦相手の大木選手もありがとうございました。試合前いろんなこと言っちゃったんですけど、本当はすごい尊敬してるんで、またいつか戦えたらいいなって思ってます。あれ急に。で、これからアウトサイダーのチャンピオンとして海外とか大晦日とか出て活躍して、怖い位置から世界のトップファイターになれるように頑張るんで、これからも応援お願いします。あれ、キャラ変しました。急にキャラ変しましたね。まあ、しかもこの2年後ですか、大晦日にメインを張ることになるんですよ。あ、そっか、早かった、ね、2年後じゃないか、何年後だ、3年後か、3年後か。
こまで結構最近なんですね、この。いや、ここちゃんといいこと言ってますから、聞いてください、カイ君。でもこの頃から言ってることブレてないよね。なんかやっぱり世界のトップ取るっていうさ、もうアウトサイダー時代から言ってるんだよ、ちゃんと。嬉しいですね。そうそうそう。いかがでしたか？まあまあまあ、でもね真面目だったっていうのはちょっとね、訂正した方がいいかもしれない。いろいろありましたと、うん、ありましたね。まあまあまあ、若い頃はそんなもんですよ、みんな。若い頃まで片付けようとしてますよ、このとこ。いや、でもいい映像だったっすね、こう試合とかね。すごい、はい。まあね、試合はね、そうだね、いいし、まあ、言ってるさ、なんかその何マイクとかでもさ、言ってることって結構本当に実現させてきてるよ、ほとんど、うん、そういうのはね、ちゃんと昔からブレてなかったし、その世界一目指してるっていうのも。そうだね。だし、うん、変わらずって感じだね。大晦日試合に出るっていうのもね、叶えてね、今回もメインでやるわけですし、2年連続ね大晦日メインで戦うんで、いい感じに来てるじゃないですか。うん、うん、いや、すごいことですよ、本当に。ただ映像恥ずかしいね、マジでやばいね。痛いよな、だいぶ。まあ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 、でもまあ今はいい感じじゃん。うん、うん、まあでもね、こういういろんな経験を経てね、まあなんかそういう、あのさ、こういう風に表舞台に出てこういう発言をしてさ、客観的に見てさ、うわ、いや、ダサいなって思って直してきたわけよ、どんどん。はいはいはい。で、今の自分ができてるからさ、まあこれもすごいいい経験だったと思います。そうですね。うん、まあ、こういう過去があって本当に今の自分があるんで、だいぶ変わったと思うけど、いろいろ考え方も変わったしさ、うん、言動も変わったけどね、本当に成長してこれてんじゃない、心身ともに。そういうことですね、うん、確かに。黒歴史だと思ってたけど、これもいい思い出ということで。はい。まあね、あのアウトサイダーの公式チャンネルの方にね、なんか全試合上がってるみたいなんで、あんまり見てほしくないですけど、うん、まあまあまあ、気を見たらね、見てもらって。ミクルサンドとか、あと他のアウトサイダーの選手とかも、ね、それこそリクト君の試合とかさ、ね、なんか結構今アウトサイダー出身で大臣に活躍してる選手とかさ、プロで活躍してる選手ってすごい多いから、なんかそういう選手の昔の映像とかも見ると結構面白いかもしれないんで、まあよかったらね、皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、いやー、嫌な企画持ってくるね。本当に突然。でもこれは面白いわ、はい、僕らはめちゃめちゃ楽しかったし、うん、視聴者も楽しいと思う、これは。まあ俺は恥ずかしいけど、ね、だらだら。まあ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 、まあ、過去は変えられませんから。この先未来はね、素敵な未来にしていきたいなと思いますんで、努力で変えられるとこを頑張りましょうということで。